こんにちは、ライスボールです。オッチンのパーツの続きです。次に超簡単なのベロいきましょうかね。ベロベロもね、ベロもね、ここからスタートします。鎖1,2,3,4,5、鎖5をやって、で1,2,3、裏山3目目から長編み3目一度をします。裏編み 3目目から長編み3目一度を1,2,3とします。で鎖ここで引き抜きをします。ほんで鎖で立ち上げて、ここの余ってるところに針刺しながら細編み3回して、鎖で立ち上げてひっくり返して細編み3回しておしまいです。ベロは超簡単でしょ。ここでピンクよいしょ、作り目を作って、ここもボロボロになってな。で鎖5回1,2,3,4,5 5回してかけて、裏山3目目1,2,3個目、ここですね、1,2,3個目以下に針を刺して長編み3目一度を始めます。裏山2個目目を取って中で、ここですね、よいしょ、はい、で3目一度で鎖を2回します、でここに引き抜きをして、でベロ先ができます。はい、で鎖で1回立ち上げて、でここのよいしょ1,2,3、ここの3目に細編みをします。でこの糸は編みくるみます。1,2,3で鎖で立ち上げてひっくり返して、また1,2,3、これでベロがベロできました。ベロができました。でこのベロはそんなに長く残さなくていいです。よし、ベロができました。下口輪から始まって細編み8回で引き抜きします。で鎖で立ち上げて細編み2目編み入れと細編み3回を2回で、細編み2目編み入れ2回して細編み3回を2回で、輪を潰して引き抜き7で、これも輪っかから始まって、1,2,3,4,5,6,7,8引き抜き、2,4,6よいしょで引き抜きをします。で鎖で立ち上げて、で細編み2目編み入れを1回2回して細編み3回、1,2,3
地に細編み2目編み入れして、1、2、3、ほんで引き抜きします。よし。で3段目は鎖で立ち上げて細編み2目編み入れ2回ですね。1、2、1、2で細編み1、2、3で細編み2目編み入れで、もう一回細編み2目編み入れで、細編み3回1、2、3。よいしょ。で、ほんで、潰します。得意。得意の潰しが入ります。この短い糸をこの中に入れ込んで潰します。よいしょ。よいしょ、こうやって潰して、なんかおかしくなったな。よいしょ。で次の目を貫通させて引き抜き、次の目貫通させて引き抜き、次の目貫通させて引き抜き、よいしょ、引き抜き、おい、よいしょ。で最後も引き抜き、ふい、これで下唇もできました。よいしょ。んでこれこうして、これも短くていいかな、これも短くていいですね。ここ鎖輪から始まって細編み8回して引き抜きで、2段目がちょっと特殊で、鎖で立ち上げて同じ目に細編みと中長編みを入れます。で中長編み2目編み入れを2回して、また中長編み細編みを同じ目に入れます。で次の目は細編み中長編みを入れます。で中長編み2目編み入れ2回して、中長編み細編み1回して引き抜きで1周します。とりあえず今2段目までパッといきますね。で、まあ、まず輪の作り目をして、ピピピ、はい、でここから鎖で立ち上げます。細編み8回。1、2。で結構ね、これ形がグネグネっとするので立ち上がりの1目目が分からなくなりやすいんで、1目目の頭にこれを、こういう目印をつけた方がいいです。2、3、4、5、6、7、8で8回細編みしたんで引き絞ってちっちゃくします。でここね、ここに針を刺すんですけど、ちょっと邪魔なんで一回抜いて針を通して引き抜きで、で引っ張ってここの頭をちっちゃくしておきます。ここ、はい、で次が鎖で立ち上げて、ここの
ここの目に細編みと中長編みかけて、ここ同じところに刺してこうします。で、この細編みの頭にまた目印をしておきます。中長編み細編みね、細編みの頭に、はい、で中長編み2目編める2回、で次は中長編みと細編み、中長編み先にして、よいしょ、細編み、その次は細編み先にして中長編み、で中長編み2目編みる2回、そして最後の目は中長編みと細編み、と細編み。でここちょっと編みにくいんですけど、この目印があるんで、でこの目印があると本当に引き抜きするところを間違えないので、でここで引き抜き、めっちゃ間違いやすいです。私3回目ぐらいです、これ。編み目が、ここね、鎖で立ち上げて、細編み、中長編み、2目編み入れ4回、細編み6、中長編み、2目編み入れ4回、細編み、で引き抜きになります。はい、では鎖で立ち上げて、細編み。この細編みの頭に、目印をつけておきます。で中長編み2目編み入れを4回、2回、3回、4回、で次が細編み6回、1、2、3、4、5、6、その次が中長編み2目編みで4回、1、2、3、4、で最後の目に細編み1回、そして最初の目の頭に刺して引き抜き、よいしょ、引き抜き、ほい、4段目、鎖で立ち上げて細編み2回、中長編み2目編み入れ4回、中長細編み1回、細編み細編み2目編み入れのセットを5回で、細編み中長編み1回で、中長編み2目編み入れ4回、細編み2回、一周39目になります。で鎖で立ち上げて細編み2回、2で、ここで最初の細編みに目印をつけておきます。で中長編み2目編み入れ4回、
2回4回、2目編みで4回できました。その次が、中長細編みですね。中長編みして同じ目に細編みを入れると、中長細編みで細編み、細編み増し目を5回、細編み、細編み増し目1回目、よいしょ、細編み、細編み増し目2回目、細編み、細編み増し目3回目、細編み、細編み増し目4回目、細編み、細編み増し目5回目、そして細編み中長、細編みを入れて同じ目に中長編みを入れる、はい、で中長編み2目編みで4回、1回、2回、3回、4回で細編み2回、1回、2回、そして最初の目に針を刺して目印取って引き抜くと、よし。鎖で立ち上げて細編み3回、中長編み8回、細編み17回、中長編み8回、細編み3回、引き抜きになります。次で立ち上げて細編み3回。1、この1の時点でこの根元の鎖に目印でもいいです。よし、1、2、3。で中長編み8回、1、2、3、4、5、6、7、8で細編み17回、1、2、3、4、5、6、7、はい、17回、次が中長編み8回、1、2、3、4、5、6、7、8で細編みが3回、細編み3回、1、2、3で最初の目に針刺して目印取って引き抜き絞る、はい、まあ、こんな感じですね。はい、次6段目いきます。鎖で立ち上げて細編み4回、中長編み7回、細編み17回、中長編み7回、細編み4回。さっきのここの細編みが増えて中長が減るっていう感じで総数の目は変わってないです。で7段目もそんな感じで総数は変わらずに中長と細編みのこの数がちょっとずつ変わります。この7段目まで終わらせますね。まず細編み4回、鎖で立ち上げて1、2、3、4、中長が7回、
1 2 3 4 5 6 7で細編み17回、17で次中長編みが7回、1 2 3 4 5 6 7で細編みが残り4目に細編みします。1 2 3 4、そして最初の目に刺して引き抜き、で次また7の段、はい、7の段じゃない、7段目はい、鎖で立ち上げて細編み5回、1 2 3 4 5、中長編み6回、1 2 3 4 5 6、細編み17回、1 2 3 4 5 6 7回、で中長編みが6回、1 2 3 4 5 6 6回で細編みが1 2 3 4 5 5回ですね。1 2 3 4 5、そして最初の目に刺して引き抜く、はい、今7段目が終わりました。で8段目、鎖で立ち上げて細編み39なんですけど、下唇とベロを一緒に編みくるみ編んでいきたいんですよ。ほんでね、ちょっとね、端っこからやらないとめんどくさいというか編みにくいので、一回ここで糸処理をします。引き抜きしちゃったんだけど、一回ちょっと外してよいしょ、ちょっと一回糸処理しますね、でここが真ん中ですね。あ、ちょい糸処理やりやすいぞ、この糸。糸じゃね、針すげえ、お高いだけあるぜ。スッと入る、マジやばい、スッと入る、これはすごい。あらあらららららららで今糸処理したのがここ
よいしょ、ここが真ん中、ここが真ん中でしょう、多分。その真ん中にベロを、ベロの真ん中を、ベロもね3面なんでね、1真ん中に、この3面ですね。でこうして、でさらにこれの、この方が分かりやすいかな、ここに1234567123456 7って7個針が刺せそうなところがあるので、これの1234個目がここに来るようにポジションを合わせます。で2個目、ここがこう貫通しますね。でここの目はこうですね。で1、2、3目目がここで、4目目がここっていう風に合わせていきの、合わせといてですね、よいしょ、作り目を C の先にしといた方がいい説、急浮上ですね、よいしょ、作り目を C のよっこしょ、ここに刺し E のつくしょ、1234だから1234目目に刺しの、よいしょ、作り目を取りの、押さえのよっこらしょ、どっこいしょで出してきて、あ慌てない慌てない、こうなったらこうやって戻せばいいから、こう戻そう、はい、よいしょ、だしの、よしよし、順調です、これ非常に順調です。鎖で立ち上げの、はい、で次の目、あとでもう一回根元に刺してもいいし、もう次の目いきましょうか、よいしょ、でここ刺さってるところの隣、刺さってるところの隣、ここです、ここに刺し、二目目はね、刺し、引き出して、細編みで、で次三目目なんで、三目目は三目目に刺し、でピンクも引っ掛け、なおかつこの目印の隣の目、わかるかな？目印の隣の目、よいしょ。刺さってる、ほら、わかりますか、目印の隣の目、ここに刺し、細編みです、よっこらしょ、よいしょ、グリグリっと出してきて、細編みで、ここが4つ目目ですね、4つ目によっこしょ、目印のやつを刺して、もう抜いちゃう、あまりあると邪魔だから抜いちゃう、でこれで今真ん中まで来ました、次の目に刺して、でベロの、ベロの頭、最後の頭も引っ掛けので、今編んでたやつの隣、編んでたやつの隣に刺して、よいしょ、で細編みと、で残り2つはベロなしで、ベロなしで、ここ、こう、ここね、ここに刺して、よいしょよいしょ、よくしょ、最後ですね、最後ちょっとここで、よくしょ、よいしょよいしょ、よし、なんとかくっついた、であとは細編みをぐるりとしていきます。こっちの方がつなぎやすいな、さっき一回糸処理せずに、切らずにちょっと真ん中からやるっていうのやってみたんですけど、反対側からこの真ん中から編んでいくのは良かったんですよ。こっちからこのベロと下唇をまとめるっていうのがすっごい難しくて断念しました、はい、そんな感じです
もうあとは反対側まで細編みで編んで、編んでいけば可愛いベロちゃんができます。あ、しまった。もっと長く切らないといけなかったのに短く切ってしまった。皆さんお気をつけください。これこの口縫い付けるのに使いたかったので、もっとこの口の周りの3倍ぐらいの長さが欲しかったです。しまったです。しまったです。しまったしまった。まあ失敗したら別にその糸でやりゃいいんです、はい、よいしょ。でここにこうして、よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じで糸処理してれば目立ちません、はい、で最初の糸はちょっともうどれか定かじゃないんですけど、とかこの辺の糸でまとめて結んでおけばまあほどけないでしょう。あんまりギュッてやりすぎるとこの目の大きさがついたりするんでね。よいしょ。でこういう半端な糸はですね、全部裏側の見えないところにできるだけやって、ほんでよいしょ、よいしょ、ほら。ほんで結んでおけばね、ほどける心配もなくなりますよ。あんまりギュッてやったらね、引きつれたりするんでね、程よい力加減で、ほい。このベロが収まってない感じが可愛い。ベロが収まってない感じね、これ可愛い。はい、おっちの口がなんかプイプイモノカみたいじゃない？プイ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 。はい、アホなこと言ってないで、口が完成しました。これで。とりあえずパーツがすべて揃いますね。お口、お口、お目目、両耳、両足、そして両ほっぺからの背中のぼっち、そして尻尾、そしてからの首輪と。ここまでお疲れ様でした。では次の動画ではオッチンの本体に行きます。とうとう本体に長いです、本体。はい、お疲れ様でした。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんも可愛いオッチン作って、一緒にぬいぐるみごっこして遊びましょう。編みぐるみでごっこ遊びしましょう。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。